はい、マイク。マイクじゃない。あ、なんか。キャサリン。なんだいキャサリン。なんだいキャサリン。日本語でマイク。キャサリン、どうしたんだい。キャサリン、今日は。食べるとすごいムカついてる。キャサリン、どうしたんだい。見てこれ、マイク。マイクどうした、あ、マイク俺か。マイクね。何どうしたの、全然何やってんのキャサリン。キャサリンダメじゃないか、そんなことしたら。えぐいえぐい。もうあれみたい、あのファミチャーの。キャサリン、それはアメリカンジョークかい。キャサリン、これはね、ちょっとこれ、あの、旧車はね、はい、この方ね、ロックかかっちゃうね、これ、途中で。ほら。だから一回戻して、ゆっくり引っ張ってきて。はい。ゆっくり引っ張って、取り戻して。いきますよ。そうそうそう。ゆっくり引っ張って、こっちまで持ってきて、ロック。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 そう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 。途中で話すと、引っ張らなくなっちゃうから。オッケー？お、協力プレイだね。オッケー？オッケー？オッケーです。これ一人じゃ乗れないじゃんじゃん。あ、そうだよ。知らんけど。さあ、じゃじゃん。これセンターメーター、ここにね。お。センターメーターって、でね、ここにクルーズコントロール。あるんかーい。昭和50年あるんかーい。で、これエアコンのね、うん、エアコンついてんだな、これ。そうそう。ね、エアコンついてんや。日本のこ、あれじゃない、オプションとか、ついてなかったりするよね。え、でも、すげえな、これ。昔の人すごないですか、こんな。やばいよね。寒い中。俺これ今ハイドルかと思った、これ。ハイドル。キュンキュンとか、やらんて。キュンキュンとか思ったら違った、これ。スイッチがちょっと似てない、このトグルスイッチ。キュキュンキュキュンってされたよ。え、初めて見た、そんなスイッチ。これミラー、しかもこれね、ミラー見とってね、うん、あの、フェンダーミラーなんだけど、あ、カメラじゃわからんかな。あ、自動、すごい、ミラーがなんか動くの、これで。おい、昭和50年、すごいぞ。これ向こうわかる、あ、カメラじゃわからんかも。ほら、あ、動いてるでしょ、あ、やばいでしょ、あーってするでしょ。で、これが引っ張るとライト、あ、スモール、ヒール、オッケー。で、これがおしゃれだな。これキー待っててワイパーかからんのか。あ、これね、ワイパーね、いくよ。あれ？もう一個。おや？出る出る。ほら、なんかウィーンって出てくる、これ。本当だ。ほら、この角度じゃん。消すとなんか格納される。ウィーンウィーンってほら。あ、かわいい。でしょ？え、なんかこのデザインいいね。かっこいいよね、ワイパーもいいからね。いいですね。で、ここにガソリンメーター。見えないかな、これ。踏んだり離したりするとあの。アクセル踏むと増えて、ブレーキ踏むと減るから。これなんか、すごいね、これ。ね、家具みたい。なんか、これでノックできそう。コンコンって。広いな。あ、これ、これ何乗りか知ってる？あ、何乗りか。知らないの？あれ？ 6 人、6人。6人。ここ3人乗れるの。ねえ、ねえ。何言ってんだかってレベルしてくれ。でも楽しいかな。トムとか言って。トムじゃあ、自然プレスに行こうか。行きましょう。さあさあさあ、あ、俺も早速下からだった。これをゆっくり引っ張って、これ途中取れちゃうと、うん、ほら、おーい、なんでロックするな。ゆっくり引っ張って、よいしょよいしょ、あ、いかいかいかい、そう、こうやってやって、あー戻ったねえ、マジで長期戦になっちゃう。ゆっくり引っ張ってどこどこどこ、あ、おっとおっと、どこ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 、 GM、 おー、 あー、もうレールとつけるだけでももういないこっちゃな、これ。本当ですよ、マジで。かかる。いきますよ、ベイビー、頼むぜベイビー。最高、それ最高、それ最高、ベイビー頼むぜ。おはよう、俺のベイビー。俺のベイビー頼む、かかってくれ。感動しちゃる。どんだけ怖いやつに追われてたの。ベイビー、ベイビー、愛しのベイビー。それもう変態よ。それなんか確認しちゃう。カメラは大丈夫？聞いてる。はい、リバースニュートラル、これはアバウトだな、これ。もうブレーキ弱いって。しかもこれね、ハンドルがぐるんぐるん回るの、これね、えぐい。これこれこれ、ほら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 、一生懸命ハンドルがぐるんぐるん。これ船ですか。船のハンドル回すみたい。で、ブレーキくっそ弱いからね。いやー、お、結構パワーあんじゃねえのこれ。恐るべし、これ馬力でもさ、馬力わかんないんだよね。あとこれね、坂とかだと前見えなくなるよね。あの、
馬力でこれどんなものだった多分だけど210か20馬力じゃないかなと思う、なんか情報なさすぎる本当に情報がないマジでも不明すぎるほんまによ交差点の交差点人いないねうん人いないもうだってこれはもうやばいこれさ、なんか一生懸命でした本当にだから昔のアメ車ってこうハンドルができんじゃないかああそういうことかでも急ハンドルできん横に乗ってる分には最高なんですよ楽しいどんな動き例えると今までないねこれ今までないこれ何例えると何小舟小舟陸用小舟海上タクシー海上だってあなるほど海上タクシーでしょあの海上タクシーね島に行く時の船乗るようなああ感じの船確かになんだろうちょっとしたジェット機だそううわなんかパワーあるな音もなんかちょっと船に聞こえてきた俺ねほら本当だあこれ船船かもしれんこれ船かもしれん船にタイヤつけただけ乗り心地むちゃくちゃいいなむちゃくちゃいい安定した波の上をこれさぶっちゃけさこの車の乗り心地さ、あのこの間のフライングスパートどっちがいいえ正直言っていいですかこっちの方がいいだよねやっぱり、この乗り心地は絶対このキャデラックのがいいもうふもふだしねシートでもこれさでもアクティブに走れんなちょっともうまあ絶対無理狭い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 そっち大丈夫いけますね全然いけますこわいけますおっしゃこわこれ後ろも油断ならんからね本当にくっそ怖えんだけどマジで交差点交差点ハンドル切るよ人いないねよいしょよいしょハンドル切ってねすごいわはい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 本当によいしょよいしょこれ本当に運転はしたくないよこれ横に乗りたいさくらちゃんが乗ったら分かるマジで怖い絶対嫌私絶対嫌もうなんかハンドルが飲酒運転ほらハンドルが飲酒運転このさパワーワードこんなに動かしてるのに何この車の挙動すごいわいやすごいわすごくないこれほらあでも逆に酔っ払ってても運転できるいや微調整がさ難しいねこれすごいわ遊び多すぎあと道が狭いうーん結構車線ギリギリだもんなこれやっぱ分かった2メーター超えると車が車線ギリギリだわやっぱうんうんうんそれはそうだね日本の車ないもんそんなこういうとこ寄ってたらポポポポポポンってなる多分いやすごいわほらでこれでブレーキ早めにやらないと、マジで止まんないから突っ込めデビルになっちゃうから突っ込めデビルになっちゃういやいいわでもおこれいいわこれは大統領に愛される大統領乗ってないかもしれないけど、しかも結構パワフルに走るないや待って45年前の車で考えてやばないすごいですよねてかまだ走ってんのって感じすごいわこの初動のトルクわかるこれねたぶんすごい感動するやばい多分日本の45年前の車ってどんな走りするんだろうなまた違うだろうな多分こんなパワフルに走んないと思 うそこはアメリカンです、ね、アメリカンって感じだねいやいいおー止まらん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 2日目勘弁してくれよでさっきの怖かった言ってたのなんか潰れるってぐしゃってあそうこの年代の車はガチャッて潰れるからだよいやだマジでここなんか平気で潰れるよ嫌だ嫌だって言ったってねしょうがない潰れるもんその時死ぬしかない車と一緒に死ぬしかない車と一緒に死ぬしかない寿命を全うしましょうそううわいやあ楽しいなこれ高速どうなんだろういやちょっとね不安定なんかあのちょっとこうこういう動きするから左右に振られるから怖いねいやうわ後続車見えるけどね俺今ミラーがないと思ってこっちじゃないのくせで分かる分かるでもねフェンダーミラー慣れるとねこれ見やすいんだよね見やすそうあの目線をそう変えなくていいから首振らなくていいからね思ったそう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 すごいな慣れちゃえばねパッてこう見れるね良さそうただ癖でこう見ちゃうよねうんうんうんしかも車だしみんなちっちゃすぎだろこれちょっとあ確かにもうちょっと大きくてもでもだって不格好かなあデザイン性やっぱ130乗りたくなってくるこれはさやっぱ優雅に乗る車でしょいやー確かになあ距離感つかめ距離感つかめこっち見たら分かりやすいわあーなるほどいけそうんいけ結構あなんか言ってくれた方がいいね
距離感がつかめ。いやこれでもね、マジロックンロール聞きながらこういう横断したい。砂漠みたいな。センチュリーとかのフェンダーが見やすいわ。ちょっとなんか見にくいなこれ。あ、センチュリーとかの位置づけなんかな、これは。じゃないかな。セルシオとか。でも乗り心地文句なしこれ。ねえ。めちゃくちゃいい。トラック怖い怖い、挟まないでなるかと。挟まない。ぺっちゃこになるから。ねえ。もう即死ですよ。ねえ。なんかこれさ、結構な速度の人も平気だな意外と。マジで何馬力あるか教えてほしい。200馬力ぐらいな感じするな、踏んだ感じ。200ぐらいか。200のトルク多めじゃないかなこれ。ああ、そういうこと。おお、まあ。トルクあるもんね下からの。40いくつとか？そこまではない。40ないんじゃねこれ。40はないと思う。まあ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 でも走る。うん、この年数の重いんだ。この車体で。2400キロだね。うん。もう止まらん止まらん止まらん。ら後ろのグラブ危ないって速いってバカ。バカ。おい、もうこっちはでけんだぞ。確かに。それは間違いない。こっちはでけんだぞ。排気量15個分だからね、あなたの。ね、本当だよね、マジで。こっちそれガソリンばらまい出してんだぞ、バカやなっつって。最悪だよ、それ。8200cc だからね。マジで。でもさ、乗りにくいかって言われたらそうでもないな。うん、走ってる分には正規、うん、あのアメ車乗ってるなって感じ。うん、いや何でも乗らんと、さくらちゃん。ねえ、思いました。なんかすごい感動してるもん、私今。なんで？いや、なんかこの年代の車にこれ動くのみたいな。そう、まず乗れることが嬉しいし。だよね、めったないもんね、こんな乗る機会。うん、嬉しすぎる。俺、キャデラックはね、これじゃなくてさ、それのね、だいぶ後のやつだね、乗ったの。うーん、ビッグブロアムとか、あの辺だからな。あ、でもそう、ビッグブロアムこんな感じで乗ると。おー、あとタウンカーとかね、うん、俺も昔タウンカー持ってきたんだけど、青のやつ、うんうん、邪魔くさい日本だった。いや、周りに車があると怖い、なんかこいつらもう赤赤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 夜はできるじゃないですか。これさ、違う、俺ね、昔俺アストラとか乗ってたの、うんうん、名古屋高速とかでさ、うん、こんなきつくて先見えんじゃん、うん、結局ブワーッと吸って、うん、渋滞されると、うん、うーってなる。こやば、危ない危ない危ない、全体重かかってるってことか。そう、グーって踏まないと。すごい。あのね、コツがね、背中つけて、うん、足をこう突っ張るの。こうか。あ、こうではなくてこうなんだ。姿勢ちゃんとこうして、そうなんだ。ふんぞり返ってるとマジで止まんない、うん、こう背中当ててね、こう突っかい棒にしてグッってこうやって、うん、あ、なんかその年代の車だとガンって蹴っても意味なさそう。ない。うん、でも乗った、これさくらちゃんお店の中で。ちょっとだけ乗ります。ブレーキどうだった？無理、全然無理。しかもハンドルの時点で怖すぎてやめましたもん。ウィーだって本当に嫌だ。なんか動かしたくない。そうね、やっぱグッって踏んでから止まらんもんね。うん、こうやってやったら止めれんくない？確かに背中ついてないと絶対止まらんよこれ。だって今の車って蹴ったら止まるじゃないですか。あ、蹴る、うん、パンって。あ、パンって止まるけど、そうそう、これパンってやっても、うん、うんってなる。ねえねえ、絶対なるやつ。隠すらならへん、多分。ねえ、いやー、怖すぎる。キュンって言ってるけど大丈夫。キュンって止まらんもんね。うん、グーって踏んだらんと。うん、でもこれまだマシな方だね。うん、ガングラこれの半分ぐらいしかいかん。うわ、ちょっと怖い、あれマジで。いや、ブレーキこんなんだよ、あの車に出して。ちっちゃいみたいな。ちっちゃすぎるわ、ね、いやマジで。もうでもなんか本当に乗せてほしいかも、こういう車に。すごい楽しい。そうね、こういう持ち主とかだと慣れてるから。うん、で頼むから50年代60年代のロックンロールをかけてほしい。そう、ラーメンスパーラーンとか言ってすごい楽しい。さくらちゃん何歳よ？21です。おかしい。楽しい、これは楽しいよ。でもね、トライアルして楽しいかもしれない、ね、うん、楽しい。もう絶対ね、こういうのはね、正しい楽しみ方が。日本の旧車とは違うね、また、うん、日本の旧車もいいけど、うん、またちょっと感じ違うね。うん、うん、いやー、届かんなよ。うん、俺もなんか乗り慣れてたから。俺の車でも怒られる。あ、ありがとうございます。ぜひぜひ一緒にロックンロール聴きながら。ちょろいぜ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 。いや、マジで。これはね、ハンドルめっちゃ軽いの、これ。いやでもこれ、ハンドル軽いからよくない？
え、女の子には。いや、待って待って。女の子にはとか、まずまず、でかさよ、でかさ。でかい？うん、それワーゲンバスの人、感動してたよ。そういうの？うん、めっちゃ見てた。笑顔だった。なんか幸せですね、そういうので、なんか繋がれると。好きな人は好きで、そう。そういう人同士。やばくないこれ。バスの運転手かなみたいな。バスのハンドルかなこの感じ。うん、なんかそう思った今。その感じを見て。夕方とめっちゃ似合うな。ねえ、ね、いいですね。早く荒野行きましょうよ。荒野？荒野行きましょうよ。荒野がいい。荒野行動？荒野行動はしないよ。荒野行動はもう、ね。どこ走ったらね、海沿いとか似合うんじゃない？夏の海沿いとかさ。確かに。でロックンロールね。そうロックンロール流して、こうやって腕出して。ドゥレレドゥレレレレドゥラララララいいね、こうやってめっちゃいい。ちょっとこのぐらいゆっくり走るね、そして音楽流して、ね、あいい、流す感じでね、もう本当にゆっくり走る。いや、いいわいいわ、いいわ。で、ハーレーのおじさんたちに挨拶されながら、まあ、ハーレーも見えるんじゃないの、似合われるっすね、こうやってね、もうすごいいいわ。開いてる、ね、開いてる、てない、ちょっとこっちで、うん、なんか違うもんと待ってさすがにしかも。にゃん。てりりてりり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 。間違うか。後ろ車いないね。後ろ車はいへん、うん、おらへん。ハンドルがくるくる回るなこれ。よいしょ、いい、よいしょ、おお、すばら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 しい、めっちゃいいわこれ、はい、こんな感じでね、いやエレガントで優雅で、ね、これなんかどこのお店行ってもなんかちょっと出てきそう、人がなんか来たやつなるけど、多分いらっしゃいませなるコンビニとか置いてたらさ、声かけられそう、ね、すごく思ってんだよ、ね、ガソリンスロさっき取ったね、あ、そうだね、え、何、いつの車ですか、ね、これね、ねお姉さん、ね、一回り大きいって ね、 ね、私より一回り大きいかって ね、 ねすごい、いやだからこの目立つは目立つんだろうね、こうなると、ね、車めっちゃ良かったです、はい、いいね、これマニアックすごいわ、なんか大先輩に乗ってるのっていいです ね、 ね、これありです、ありすぎますよ、乗れば上がる、37%ですよこれ、安いな、安いですよこれ、37%でタイムスリップできるんですよ、50年代いや、これで多分ね、37%でこの程度だったらかなり安い、うん、うん、あの、下手なさ、この後に出てる方のアメ車の方が乗り回しされてて、うん、やれてる、あれ人気だから、そう、あの、うん、フリートとブルアムとか、うん、あの辺の、このもっと後の方のね、うん、になると、80年代だ、うん、になると、みんながもうほら、たらい回しにしちゃったから、うん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 、汚い、でボロボロ、うん、もうそれはそれの楽しみ方があるんでしょうけど、これはね、極上、うん、大統領気分だから、本当に綺麗この車、うん、すごいよ、45年前だと思わんな、これ、ね、天井の剥がれもないね、そうそうなんですよ、ね、私も入った瞬間感動しちゃって、本当に程度ですこれ、うん、はい、気になる方はワイシまでお待ちください、これは多分ね、あの、うん、買いたくても買えなくなってくると思う、そうだし走った感じも全然トラブルないしね、全然好調です、今まあ見た通りなんでね、本当にぜひぜひ、はい、こんな感じでね、クラクション鳴らしたかったな、パーっていう、パーンってということで今日はキャデラックのドゥブル、ドゥブル、ドゥブル紹介しました、しました、いやもうこれが最終回と思うと寂しいですが、いやいや別に最終回ではない、あ、そうでしたか俺のチャンネルで最初からね、そうだった、今後の YMC の動画はあの YMC チャンネルに移行するので概要欄の方から登録しておいてください、ぜひお願いします、お願いします、では皆さん良いお年を、良いお年を、さよなら、ゆく年来る年、さよなら。Broken heart that was already shattered.